はい、皆さんこんにちは、ミシーです。今日はですね、山手線の徐行予告イベントを出していきたいと思います。やり直してね、4回目ですね。いや、結構難しいな、徐行予告イベント出すの。やっぱね、品川でね、3秒装着しちゃって注意信号出ちゃってね、ダメでした。あ、品川じゃない、大崎か。ん？あ、大崎だ。大崎で3秒装着して注意信号出たんだ。多分品川駅をね、10秒装着すれば徐行予告イベントが出るはずなんだ。簡単にできそうで簡単にできないっていう。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この列車は山手線内回り、品川、浜松町、新橋、東京。まあこれ終わったらプラグアンドプレイ2の新幹線またやろうかなって、5日ぶりぐらいでやろうかなと。最近全然やってなかったんで、まあ、プラグアンドプレイ2新幹線編の方が先に動画上がっちゃうけど、多分この動画上がるよりも先に上がっちゃうと思うけど。雨降っちゃうんだよ。うまくやりすぎるとね、雨降っちゃうんだよ。だからちょっと困っちゃうんだよ。どこでブレーキをかけるかっていうの。あと20秒あります、ね。あと10秒あります。あ、ここはね、遅れて、わざと遅れてもいいんだけど。あ、OK、OK。5秒もくれんだ。ベリーハードだと3秒しかくれないもん。ここはいいんだけどな。まあ N ゲージの動画もね、あげようと思ってるんですけど、スターターセットの楕円形のやつと内側の楕円形のセットと外側の楕円形のセット、それを3つ線路並べてね、歴代の山手線、まあ歴代って言っても205系と E231 と E235 なんですけどね、それを走らせようかなと。N ゲージの動画ね、結構面倒っていうか、まあ、線路をね、つなげて引いたりするのがちょっと面倒なんですよね。第3ゲート進行。なんでちょっとね、まあでも、こういうゲーム、話しながらゲームの動画ね、ゲーム画面録画してやるのも、のが一番簡単なんです。まあでもたまには面倒くさい動画も上げてみるかと、ということでね、週に1回動画上げてんですけど。N ゲージの動画をね、1本週に1回上げてますけど。まあそれでも2日で50回再生回るようになったね。やっぱチャンネル登録者数の影響って大きいんだね。増えるとやっぱ大きいんだね。恩恵受けるよ。前はね、このゲームの動画出しても2日で25回とかだったのに、最近はやっぱり2日で50回再生普通に行くことがね、多くなってきましたね。あ、ちょっと遅れるな、これ。3秒。まあ、遅れる準備は。やっぱりね、登録者数も大事なんだよね。まあ、1000人超えちゃったらね、もう1000も1万も100万も変わんないと思う。収益化できちゃうから。変わんないんだろうけど。
まあちょっとめんどくさい動画も上げてみようかなっていう。まあただ山手線を走らせる動画になるとは思うんだけど。まあ103系歴代だとね、103系、205系、E231、E235 とね、4車種ありますよね。でもまあ僕山手線で言ってやっぱ205かな。まあ人それぞれありますからね、E231 だっていう人もいますしね、E235 だっていう人もいますし、103系だっていう人もいますしね。103系はでも見たことないな。生で見たことはない。見たかったけどね。山手線でやっぱ最初に乗った車両やっぱ205だからね。まあ山手線はどの車両も外れがないっていうかかっこいいです。あと6秒か。まあいい、まあ一度遅れる分にはいい。まあ山手線はねいいよ、みんなかっこいいよ。まあかっこ悪い電車を上げろって言ってもなかなかないけどね。やっぱ長く走ることによってね、最初は A っていう車両でもだんだん、あ、かっこいい、かっこいいなって思うから。出発進行。まあ E231 系だとね、ラッピング電車、明治のチョコレートのラッピング電車とかね。あとはスイカのペンギントレインとかね。あれ N ゲージでも出てるよね、 E231500 番台の山手線ペンギントレインって。3万ぐらいするんじゃない、3万5千ぐらいすると思った。第1両内進行、両内進行。ここに2秒装着すればいい。できるかな装着。大崎今日3秒装着しちゃうとちょっときついから、あと10秒、ちゃんと装着できるかなんて。やべ、落としすぎた。何やってんだい。うわ、3秒か。雨降らなきゃいいんだっけ。雨降っちゃうよね。3秒だとな、ちょっとやべえな。雨降らなきゃいけんだっけ。あー、めったか。最悪雨降らないでくれる。まあ注意信号出る心配はないけど、どうしよっかなこれ。多少オーバー、多めにオーバーランしても。早く着くことを専念した方が良さそうだ。徐行予告イベント出すってね、簡単そうで難しい。イージーにしてさ、大きい、あの予告イベント出てくれれば一番いいんだけど、多分出ないんだろうね。イージーモードじゃダメだと思うんだよ。だって山陰本線ね、イージーモードで出なかったから、ね。まあ750番でこの辺だよね、ブレーキかけるとしたら。第1ゲート進行。これで、まあここだ、ここで
ここでブレーキかけて。次は品川。そう、いい211系結構出てくる。あ、いい感じだなこれ。いい感じのタイミングだけど、あ、ちょっと早いか。はい、降りのお客様。こんなのプレステ版で言わないもん。あ、いいんじゃないこれ。そうだ、これで最初注意信号が出なきゃ徐行予告の信号が出る。これ出発進行、注意信号かわさなきゃいけない、かわさなきゃいけない、出なきゃいけない。そうすると徐行予告の標識が出る。あ、 OK だ、出るけどどれぐらいスピード出さなきゃいけない。雨だからね、しかも。あれ、ブルートレイン。あ、相鉄線じゃない。青い鉄橋。見えないか。ちょっとあかんね。第2フェーズ、進行。ここで70キロだといいかなって。これで多分 B8 使っていけば25キロ。あの橋越えたあたり、青い今橋ありますけど、あれ越えたあたりで徐行25なんです。危なかったちょっと危なかったね。この徐行予告、徐行の標識出てるうちは、あの停止位置表示されないんです。徐行解除、次は山地。初代プレステ版ちゃんと停止位置表示されてんだっけ。徐行予告の信号出てもちゃんと。こんなやばい、時間ない、やべえなこれ。マジか、こんなに。やべ、5秒残ってくれればまだいい。しかも30秒遅延したい。こんな遅延すんだ。ボーナスゲームは次か。あー、見たてもよかったって。さすがにこれ遅れ取り戻せんのか。これでちょっと難しいんで、あ、10秒もらえないね、やっぱり。あんなに遅れると次クリアできるのかな。16秒。あ、修正されてるね、なんか。大丈夫か、雨止んでくれないか。有楽町ぐらいまで降ってるかな。雨降り始めるのが遅かったからね。
いつも大崎あたり降ったりするんだろう。第1ペース進行、次は浜松区。あ、ちゃんと修正してくれてるかな。これで、これで。第1場内進行。あ、よかったよかった。雨止んでる。あ、急に雨止んでる。まあ、修正してくれてるね。ちゃんと臨機応変にダイヤ改善してくれてる。あと8秒。やべえ、それでも時間ねえ。さあね。あ、よかった。あ、グレート取れてよかったな。だって30秒近く遅れたもん。そういえばさ、電車でこう実況してる人でズッキーさんって人いますよね。あの人うまいね。あの人うまい人ばっかりだな。ズッキーさんって人、なんか流しドリーム景品急行さんもズッキーさんがなんとかって言ってたから、あ、この人のことかって思って。この人もうまいって。あ、うまい人ばっかりで。なんかね、僕実況する人じゃないと思ってたんですよ。電車でこう新幹線見たんだよね、ズッキーさん。そしたらさ、プレイ動画、ズッキーさんが喋ってないで、ただのプレイ動画だったからさ、実況やらない人なのかなって思ったら、プロフェッショナル仕様、別の動画で見たら喋りながらやってたからさ、あ、この人実況しながらやるんだって。うん、それでね、あ、ズッキーさんって人がいるんだって。あの人もブレーキングがうまいから。見たらね、京浜東北線の103系かな。結構あれ難しいやつだと思うんだけど、品川から上野だったかな。あ、確か103系の京浜東北線、あれ難しいやつだと思ったよ、プロフェッショナル仕様。結構僕何回かやり直したんだよね。10回、20回ぐらいやり直したダイヤだと思うんですけどね。簡単に やってのっけて。あ、そんな大した難しいダイヤじゃなかったですね、みたいなこと言ってたから。あ、すごいな、この人。出発進行。その僕が見たときはなんかワンハンドル専用コントローラーでやってたらしいですけど、ツーハンドルはなんか C ボタンが壊れて打ったとかなんとかって言ってた。やっぱね、専用コントローラー楽だよ。次は有楽町。75だからこの辺か。はい、進行。いや、晴れてくれるから楽で。雨だともう75320m B8 じゃないとダメだけど、セガサタン版ね、75で 220m B8 でも全然、晴れの時はそれでも楽に止まれるから。98。あ、いい。25秒。これだけあれば余裕でしょう。やっとクリアできたよ。まあ、ベリーハードじゃないからいいんだけど。
まあこういうゲームもねありますんで、まあ電車で GO をね風化させないためにも、まあ風化しないけど、あんだけ人気のゲームゲームセンターにもあるし、ね、あでも家庭用のゲーム機で出してほしいよね。あドクターイエロー、リアルプロとかね、鉄道日本路線旅シリーズはね、まあ会社違うけど、次はソニックパワーっていうね会社ですけど、あの会社結構鉄道出してんだよ。音楽館さんもなんか Steam っていうパソコンでねゲームできるサイトで今配信してるから、結構配信出してるよね。横須賀線とかなんかいろいろ遊べるダイヤ。でもあれ容量食うからね、僕もパソコン安いからさ、安いパソコンでやってるからできないだろうね。あのだからさすがにやらない。大きい。いや高いパソコン買うんだったらなんか N ゲージ買ってる方がいいなって思っちゃう。15万ぐらいすんの？ 20 万？ 20 万とかそんぐらいのパソコンでしょ。ゲーミングパソコン買わないと遊べないんでしょ。あ、蛇行力子の使い方かか。79点。はい、でまあこれでセガサタン版の電車で GO は終わりかなっていう。あとはまあフリーモードで遊んでるやつを動画に上げて4本上げようかなと思ってますね。多分4つの路線で遊べんだよねフリーモードって。あそれやって終わりかなっていう。まあでもプラグ&プレイ2の新幹線をね動画も上げなきゃいけないってわけじゃないけど、動画も上げる予定でいるんで。まあでもあれね収録時間長いんでね、1時間半とかね、1時間12分で終わるやつだったらいいけど、あるんだよね1時間ちょっとで終わる、1時間15分ぐらいで終わるんだったらいいけど。こだまのあの博多から新大阪ってあるのかな、各駅停車。プレステ2版はあったんだけど V 版も出てくるのかな。あれ2時間45分で、プレステ版でやった時2時間45分かかったからね。そうズッキーさんの新幹線の動画見たらさ、ただのプレイ動画だったから喋りながらやらないか、さすがにあんな長いの。実況しない人なのかなって思ったら、プロフェッショナル仕様に関しては喋りながらやってたから。ああ電車で GO 実況者なんだって思った。ああいうスタイルが一番いいんだけどね、ズッキーさんのようなスタイル、配信スタイルっていうんですかね、自然体で話してる感じがいいんで、ああいう実況者の方が合ってる、僕は好きですけど。80.5キロかな、なかなか
80.6、 まあもうちょっと点数おめでとうございます。グレートとか取って惰性走行とかちゃんとやれば1位になれんだろうけど、まあいいでしょう。やっぱクリアできたからね。さすがに30秒くらいはビビったの。電車でゴー。これでセーブして終わりという。はい、ということでね、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。